しばらくちょっとね、あの、YouTube やめるわ。あちょっといろいろね、いろいろちょっとまずいことが起きた。あの、いろいろね、このリアルの世界で、職場でね、ちょっといろいろとね、あかんことが起きた。ちょっとあんまもうね、YouTube 上げる気になれへんわ、実際。ちょっとしばらく休止させてもらうわ。もうね、そういう気分じゃないわ。もうしばらくちょっとね、アウト。フェードアウトする。しばらくフェードアウト。まあそんなものだな。まああんまね、上げる気になれへん今。ちょっとね、職場で、ちょっとかなり職場でもプライベートでもね、最近ちょっとね、やばいことが起きてね、もうあかんかもしれん。もうここまで来たけど、もうあかんかもしれん。まあもうちょっとね、湿気も多くて、湿度計がね、95% ぐらいで、もう、終わりだ。で、もうしばらくもうちょっと、もうね、そういう気分じゃないわ。なんていうの、もうね、焼酎飲んで起きてさ、やっぱ焼酎かなり飲んでから寝れるんだけどさ、起きるとなんか気持ち悪いな。やっぱあそこのアルコールの焼酎のさ、度数高いじゃん。それがね、溜まっとってさ、でもさ、仕事終わりでさ、仕事から疲れて帰ってきてさ、特に仕事で嫌なことがあったりすればするほどさ、酒ってうまいよな、皮肉にも。酒ってさ、仕事でさ、嫌なことがあればあるほどさ、あるいはストレスが溜まれば溜まるほどうまいよな。逆にさ、ちょっと仕事でうまくいきすぎるとさ、あんまうまくないよな。まあ、うまいことはうまいんだけど、やっぱしなんか、うまくいかなかった時、嫌なことがあった時ほどなんかうまいよな、酒って。その、焼酎飲むじゃん。家帰ってきて。風呂も入らずにさ、それが至福やんねん。嫌なことがあってさ、帰ってきてさ、焼酎その一杯飲んでさ、その胃に行き当たりやん。胃に到達するとさ、なんかすごい染みることない。あれが半端ないよね。まあみんな多分そうなんだろうけど。で、俺はね、あんまね、ビールはね、最近もあんまダメになってきた。ビールってなんかね、うまい時とね、まずい時がある、あるんだよ。俺、みんなはどうかわからんけど。なんか炭酸でさ、なんかね、俺夜勤だもんでね、なんか特になんか帰ってき夜中、なんかね、あんまうまく感じひんもん、あれ、ビールって。まあ、とりあえずちょっともうね、YouTube 終わりだ。しばらくね、もうフェードアウトするわ。しばらくちょっと休止する。もうね、上げる気分じゃないよ、もう。